皆さんどうも、ドラゴン TK です。ではね、今回も新三国志のエキスでやっていきましょう。ということでね、今回は船を燃えているかやっていきましょう。まだ石壁からまたね次行ってません、まあ、石壁の戦いですからね。有名な今こそ総攻撃をかけよう。この赤く燃え盛る長江の岸壁を曹操の墓標とするのだ。墓標とするのか。本当に力を組み合わせて曹操の大船団を壊滅させてしまった。あの二人すごい。天下に最も近いと思われていた曹操は全勢力を注いで築いた船団をあっという間に燃やし尽くしてしまう。すごいね。三つ集えば天下統一を目前にした男を見つめる。これが五つ揃うと俺は果たして選べるのだろうか。選ぶ？どうした？策がなったというのに浮かぬ顔をしているな。なあシリ、お前ならばどうする？何が？誰か一人の犠牲で救える世界と、世界を犠牲に誰か一人を救う。うわあ、究極の選択やね。決断の時は近い。俺はどう立ち向かえばいいんだ。世界を犠牲？一体何を？ああ、レイカの何か気づいたのか。何をグズグズしている。この好機を逃す手はない。今こそ敵を打ち倒すのだ。カムは仲間から切り立ちした。オッケー、この4人で行きましょう。裏でね、一応装備は整ってませんで、まあアイテムなかったら元も子もなかった。ここまで追い詰めるとは見事な計略よ。だが、わしはまだ諦めておらんぞ。おらぬぞ。大戦だが、一瞬にして炎に包まれた。諸葛亮殿と周瑜殿の策、実に見事だ。この勢いに乗じ、曹操を撃つぞ。おう、曹操を撃ちましょう。それだしを曹操撃破せよ。よっしゃ、行きましょう。戦に長けた曹操殿が後ろにある。おそらく撤退路はすでに確保していよう。拙者はそこへ先回りし待ち伏せいたす。マジで？おいしい撤退。え、マジで？おう、うわうわ、3人4人曹操軍をなるべく多く、うん、やって撃破していくと。赤手くれね。確かに残り広がりした。うわ、全然当たんないな、これ。どんどん後ろのとこ行こう。後ろのとこ行こうね。これしっかりつい100。 OK、 OK、 ゴー。で、あ、こっちから行くパターン。いや、ね、なるほどね。そういうこと。じゃあ、こいつは前に行かせて、ちょっとね、こちらのところ OK、これで。あら、まだ興味忘れとこ。こいつの手を見たい。こいつやっていかんの。おー、こっちが何か。ここを死守する。うん、皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。掃除のところちょっと行きたくねえな掃除強く、これ行って守りたいからな、はっきり言って。まあ、次やるまでには。うわい、うわい、ちょっと待って。死にそう、死にそう、死にそう、死にそう。将校が燃えているようだ。いや、燃えてるんやろ燃えているようだ。すべてそれは人の手に負えるものではないだろうな。どうぞ、まあ、勝てるか、どうや。 OK、 こっち行ける。いや、だが待て、だが待て。あ、これあかん。あれ、ちょっと待って。あ、え、あ、試しできるのか、アイテム忘れとった。完全に私は次やられる可能性がない。感じ出してきたよ。あ、見た、よかった、怖かった、全然怖かった。じゃあ次だけだ。お、レベル6上がったよ。いいね。で、ここに乗ってきて、うん、へい、マジですか。どうだ、どうだ、はい。曹操様の邪魔してるのはおめえらか。みんなおいらがやっつけてやるぜ。無理やろ、前にも一回出てきたことあるけど、お前デブやからさ。デブやからさ。兵器起動やと、なんやと。
ちょいクリティカル出る。ちょっと待って、そうしようこやばい。このまま突っ込めば兵器の餌食になるのは間違いないよね。指揮する核を倒して攻撃を止めましょう。せやね、ここは止めていこう。その方がいいわ。あ、お前か、お前やったか。ちょっと待って、ひとまず先めっちゃできんやな。じゃあな、こいつ下がろう。あ、オッケー、ゼロゼロ、オッケー、オッケー、ゼロ、オッケー、オッケー、撃ってみよう。これ、オッケー、どうだ、いいね、素晴らしい。お、ここにもまた表面できる、していこうも。あ、ちょっと待って、こいつはちょっと、こいつで、ここで、変動を使ってみよう。で、こいつは、剣手やんな、剣手やったらこれに一発で、いいですね。で、変動使っていただくね、面倒だからね。あ、数を正しに取るとダメですからね。僕はまあ、オッケー。何？マジか。何無理だと？なんて気迫だ！俺たちじゃ止められねえ。うん、止めんでいいよ。失敬。強勢振りだ。いいね。序盤から一転、怒涛の勢いで敵を撃破したな。味方の戦意も最高潮に高まってるぞ。うん、高まってよ。あー、こっち無理って無理ってちょっとなんか変な言葉出てもらったけど大丈夫か俺。30に残るか、こっちこれ、あ、いけるわ。弓兵たる課題情報。あ、嫌な予感が。あ、いけたわ。よかった。よかった、マジで。この証拠ちょっとあれすんの忘れとった。おい、おぼれ。オッケー。で、こいつは、お、一発でいけた。やった。ならこっち行かしとこおっしゃ、そう、あ、やってもだ。全然するところで罰をしてもだから当てる、はっきり言って。おっしゃ。え、何、鬱陶しい兵器は止まったわね。止まったね。これで安心して進軍できるわ。よかったよかった。で、こいつでここをロックしていく。アイテム5使っていくね。このとこやばい。 OK、 アイテム使わない。兵器無理よ。あ、3つしかね、あ、3つしかね。どうだ、クリアされた。でも89残ったもんだ。うわ、なんかあれでいけたんじゃん。ご無事か。おお、装備がある。宝刀の田舎武者と国も持たぬ流浪者が戦乱を燃やした程度で図に乗るな。お前が釣り乗んな、ほんま。お前が釣り乗んなって言ったよ。間に合ったか、猛徳。この場は俺に任せ撤退しろ。下方とんか。すまん、あとは任せたぞ。あとは任せたぞ。あそこに曹操が、貴様ら謎が猛毒を受けると思うな。奴の波動が鳴るまでは俺がこの身をかけて守り抜く。いや、なんかちょっと赤なってるよ、カコウトン。曹操が撤退を結構しろこの木を逃すわけにはいかない。急ぎ後を追わねば。うん、追わんとね。うん、曹操撃破しよう。まあ、あそこに到達しても関羽が出てくるから、まあ
なんとかなる気はせんでもないけど。で、よっしゃ、人間気に、さあ、あ、マジか。ちょっと待って、何で残る。ゼロ、オッケー。いいね。オッケー。一発じゃん、お前は。その日、何のために出てきたのっていうね。マジそれやねやな、ほんまに。気持ちいいぐらいに。なんていうのな、これ。そうですね、硬いな、仲間もこいつ。まあ、こいつはここで終わり。1残った !1 だけ !1 だけかい !1 だけかい、まあ、ダブルキラー構わんよ。ああいうね、敵が多いから、これ大丈夫か。あ、これはやったな。あ、ビメやめろ。ビメやめろ。あ、出て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 。どうしよう。で、カポートンにこれで挑んだらやばい気するんだけど、いけるか。あ、これでいけたか。ならば。いけた、残った。何だって、何だって、残るやと。マジかこれ。証明していく。意味ないけど。まあ、ここで。いけるよ。先輩はいけるこれで。OK。どうした。先輩だ。頼むぞ。落ちてけよ。やだやだ。よかったよ。もう一回。お、今ないない。まあ、いいわけだな。加工度怖い。加工度怖い。ラインいけるか。お、西田よかった。拙者の軍、すべては兄者の大使のため。曹操殿、覚悟めされよ。覚悟めされよ。なぬいいぜ。こんなとこに出てきたか。まあ、ちょっと待って、こういった、切るか。ちょっと、生きてみたからいいぞ。ちょっと、生きてみたからいいぞ。で、ここでまあ、これさ、グー。で、えい。そして、これでまあ、ちょっと見て。ゼロ、あの、ゼロ、ゼロ、やったね。オッケー、いいね。戦場で見かけぬとは思っておったが、やはり最後に立ちはだかるのはお主か。関羽よ、関羽よ。そうだよ。敗北条件変更、関羽の敗走に注意せよ。まあ、ここに来てるからもう問題よな。おっしゃ、ウェイ。ちょっと、うまっ。かように追い込まれるとは、曹操軍、恐るべし。確かに恐るべし。苦戦。うん、行くよ、今行くよ。どんな。うわ、結構いい、うん、おっしゃ、ゼロは、もうこれで終わったんじゃん。超死流入る。おっしゃ、勝ち返る。勝ったよ、曹操軍。もはや勝ち目はござらぬ。おとなしく降伏し、その首をこちらに差し出していただこう。徐州で命を救ったのは過ちであったか。過ちであったか。あの古城をこのような形で返されるとはな。受けた恩義を仇で返すわけには参らぬ、うん、こたびは目をつぶるゆえ、このまま行かれよ。引き換えに貴殿の持つ宝玉をいただこう。お、そうなる。そうなる。決断を誤ったとは思わぬ。だが結果は結果、わしの負けだ。ここは引く。だが諦めたわけではない。命尽きるその時までわしは波動を歩み続けよう。歩み続けるか、すごいな。すごい人物やな、はっきり言って。これで4つ、あと1つ集まれば。あと1つ、そこにはあんねやんな。ああ、あと1つ。来賓はなんか浮かぬ顔してるな、相変わらず。まあ、なんかあんねやろな。まあ、黒い影出てきてたからな。まあな。おし、おお、5つ来た。ちょっと見ていきましょう。頼む、星6、あっ、全然出ない。まあ、しゃあない、星6。
奇跡的に揃った4つの力トロフィー獲得しましたな。赤壁は劉備と孫権の連合軍が曹操に対処する。すごいね。私も4つ目の力を得て、残す力はいよいよあと1つになった。劉備は孫権との同盟を保ちつつ、大敵の曹操が動けない隙に自らの志を果たすため国を得ようと西へ動き出す。西ね。私もまた今までいた大陸東部に力の気配を感じないので、彼らが向かう西へ同行しようと決めた。誰やこいつ、見たことがねえ。俺もただこのところ来賓の様子がおかしい。私の力が集まるにつれて険しい表情をすることが増えてきた。まるで恐ろしいものでも見るような、時には何かを悩むような。一体何を考えているの。多分レイカの力に何か関係あんねやろね。残る力は一つ。そんな力が、そんな気しが。それはどこにあるんです。どうしたの。このところ急に力集めに積極的だけど。そんなことはないですよ。別に今までと同じです。いや、なんやろ、このところ何か思い詰めたような様子だった。何があったのだ。シリュー、俺は決めたんだ。最後の一つ絶対に手に入れる。うん、手に入れて復活を。復活？復活？いや、何でもない。それで最後の一つはどこ。今まで私たちが動いていた地にはなかった。ということはもっと西にあると思うわ。西か。確か新たに加わった軍師宝刀殿が駅州へ向かうと言っていたが、そちらの方か。お、駅州の方。駅州か。よし、何としてでも。あ、なんかライヒン、なんか闇落ちしてそう闇落ちしてそう。なんか行っちゃったわ。あの黒いなんか影に取り憑かれてんじゃん。一体何を考えているのだ。うお、結構西行けるようになったよ。お、カウナバム加わった。シーも、あ、じゃあ離脱したんだなるほど。うん、離脱、結構離脱するな。じゃあ今回はここら辺で終わりにしておきましょう。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントの方をね、もしよければフォローしてくださいっていうか、ね、まあチャンネル登録フォローね、そうやねではね、まあご視聴ありがとうございました。ではさらば。